回は神戸市にある花熊城と兵庫城を紹介します。まず花熊城です。当時の花熊城は大規模な近世城郭でした。1578年天正6年荒木村重が信長に反旗を翻したため、花熊城は荒木方の市場として戦いの舞台になります。池田常沖などに攻められて、1580年天正8年に落城し、合戦の功によりこの地を与えられた池田常沖は兵庫城を築城したため、花熊城は廃城となりました。兵庫城の築城にあたっては花熊城の部材を転用したと伝えられています。現在は花熊城の本丸跡に、地下は駐車場、地上は公園となっている模擬天守台があります。また天守台の上からは JR の電車がよく見えます。次に兵庫城です。兵庫城は尼崎藩時代に兵庫陣屋と呼ばれ、武行が置かれていました。また明治時代には兵庫県庁になりました。兵庫城は1581年天正9年織田信長の重臣池田常沖によって築城されました。その後秀吉の直轄領になると、片桐勝元が代官として入城しています。また江戸時代まで12回実施された朝鮮施設は、そのうち11回兵庫の地に寄港しており、尼崎藩は朝鮮施設の接待役を行っていました。明治時代には初代の兵庫県庁となり、伊藤博文が初代知事として赴任しています。現在兵庫城跡は新川運河の下敷きとなっていますが、発掘調査によって戦国期の兵庫城の石垣や堀跡、天守台跡と見られる約18メートル×約4メートルの石垣が発見されました。遺跡はイオンモール神戸南店の地下に保存されています。次回は石田三成の居城沢山城です。お楽しみに。